試作品、試作品とかね、書いてるやつがね、結構ね、いいステージだったりするんですよ。で、次はジャンプ、よし、これは落ちていこうか。これはジャンプ、危ない、ここマジでノコノコたちが危ないな。待って、ルイージ待って、やった勝った。これ、熱いな。まだ誰もいないでしょ。よし、ここは落ち着いていきましょう。で、ジャンプね、これはもう完全に勝ちだ。よし、で、次右、ここでいいのかな。ここでゴールで、あってくれ。いや、絶対ゴールだこれ。この階段で上がってってゴールするやつでしょ。よしみんな倒しておこう。ちゃんとね、みんながゴールできるように倒しておきましょう。じゃあみんな待ってるぜ、ここで。ルイージ来そうだね。大丈夫、大丈夫、ルイージ大丈夫、絶対大丈夫これ。 You lose、 もう負けてんじゃんやる前から負けてんじゃん、名前が。うわ、金魚いすぎここみんな協力しよう。そんなんしたらやられちゃう。なるほどね、これどうやっていこうかな。これ穴がね、そろそろできたみたいですね。うわ、危ない。よし、でこれはこのまま上から行ったら良さそうっていう感じかな。で、これは土管に入る。まあ一番遅いのか。あ、次は普通っぽ。スーパーマリオブラザーズ3ワールド1の1、僕めちゃくちゃやり込んでますよ。スーパーマリオブラザーズ3はね、相当やり込んでますから、絶対勝ってみせるぜ。よし、めっちゃやり込んでます。いや、このルイージもだいぶやり込んでるから、やるなちょっと待ってねちょっと待って、まずい、これは非常にまずいですよ。もうアイテムとかいらねえ、もうアイテムとかいらないから、いや取っておこう。いや取れないなあら、あれ絶対日本人じゃないよね。マイファーストコース、マイファーストコースですか。さぞいいコースなんでしょう。だいたい1作目のねコースってめっちゃみんなね気合い入れてたりするんですよね。だからね、いいコースっていうのが多い気がするんですよ。うわ、危ねえ、ビビった。これは一回アイテム取っていこうか。なんかね怖いんですよ僕、やっぱね、アイテム、うう落ちるかと思った。お、インテリチャーシュー、インテリチャーシュー、ギブアップしましたね。インテリチャーシューはマリオだったのか。やった、これはやった、アイテム取ってってよかったな。ここでゴールの誕生だ。僕ね、キノピコとね、キノピをいつも間違えるんですよ。まあ、みんなね、見てる方わかると思うんですけど、しょっちゅう間違えるんですよね。あ、ルイージ来た、ルイージ来た。それじゃあみんなゴールしようぜ。個性的すぎ、みんな。今度はね、ニュースーパーマリオブラザーズの DS 版の1の2って書いてたんですよ。ちょっと DS 版のね、ニュースーパーマリオブラザーズあんまやったことないからわかんないんだよね。まあ大体でも似たようなもんでしょう。え、こんなんなの DS 版のニュースーパーマリオブラザーズって。これ一回取っていくよ、俺アイテム一回取っていくよ。みんな取っていかないけど、全然敵いない。あ、いるいるいる。よし、ここファイヤーで全員蹴散らしていこう。これは下？上？どっち？こっちでいいの？全然わかんないんだけど。お、みんなやられてんね。マリオは？マリオはもう先に行ってる？いや、これ絶対1の2じゃないよね。こんな難しくないよね、1の2って。うわ、何この砲台。めっちゃ高いんだけど。めっちゃハゲてるおっちゃんからありがとう言われた。それじゃあみんなでゴールしようかと思ったけど、まだルイージが来てないね。あ、来た！ルイージだ！よし！そりゃ独身でしょ。最近ね、みんなでバトルをコースっていうのかな、あんまりやってないよね。なんかこう土管で4人でみんなで別れてするやつ、あれね久しぶりにやりたいんですけど、最近なかなか来ないね。よし、それじゃあこれはどこに行けばいいんだ。これ一番右下に行こう。これは、これはどうすればいいの。意味が分かりました。亀の甲羅をね操作しろってことでしょ。任せてルイージ、兄に任せて。で、このままこう見てってせめて見てって。よし、このじゃあ真ん中のキノコのとこ入ってってみようか。なんかもう終わった感あるね、ここ。わかった、あの P は P を持ってっていけってことだ。なるほど、了解しました。じゃあ左下は何がいるんだ。左下はパウがいるのね。そう、パウ、そう、あなたが持ってるそれですよ。で、これでパウを追っていけ、行ってくれ。え、
やった、うん、やった来た、来ました、ルイージ、じゃルイージ、やったやった、来た。待って、そこにいたら入れないでしょ。ちょっと待って、ルイージやめて、ルイージよし、逃げ切れたっす。そしてここで、やっぱそう来るよな、やっぱそう来ちゃうよな。ここで鍵は絶対許さねえ、絶対鍵は譲らねえ。うお、めっちゃこっち来んな、このキノピコ。待って、これデカだからね、ちょっと作戦考えよう。あのルイージが邪魔、そしてあのキノピコ兄弟は仲がいいでしょ。これでね、ラストバトルにしようかな。最近なんか成績いいね。これは上に行ったら大体罠だから、まあ下から行こうか。た、上から誰か行かないか。みんな並んでる、かわいいな。これね、持てたらね、そこ持ってやるんだけどな。いや待て、これはアイテム取っておこう。なあキノピオ、あなたも分かってらっしゃるね、ここのコースはね、危ないっていうことに。よし、こんなんマジ危ないよね。うー、ちょっと待って、ちょっとしゃがむ、オッケー、でジャンプで抜く、よし、でルイージ先行ったね。ルイージはちょっと待って、この子か、よし、あ違う、この子か、誰か踏めってことでしょ。キノコめっちゃ欲しいな、これやられそう。中間ポイントなかったしね。うわそこか、よし鍵は奪ってやったぜ、このまんま、よっしゃうまく振り抜けれました。そしてゴール、どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。